杉林みたいなちょっとした林があって海方向は見えなかったんですね。だ津波が来てるのは分かったのはもうほとんどもう押し寄せてる来てる時にしか分からなかったので、中庭の木につながって助かったりですとか、あとサッシに捕まって助かったりっていうのは本当に人によってちょっと場面は違うっていうのかな。普通の暮らしがどんだけ貴重で大切なものかっていうのをここに来て感じてもらえたらなというふうに思ってます。復興の部分っていうのは目に見える部分でも、心の内面は全然進んでないっていうか、時が経てば経つほど逆に大変なものになっていくと思っています。で、ここの復興って何って自分も問いかけますけど、明確なものはない。心の復興っていうものはその簡単にはできるわけないと思ってますし、一生付き合うものなんじゃないのかなって思うので、大事なのは人の暮らしだったりとか生活がやっぱりしっかりと見出せるようになってくることなので、その目に見えないところっていうのを何かサポートする仕組みっていうのがしっかりあるといいのかなと思ってます。見る、聞く、その辺がやっぱり重要なんだと思いますし、それは足を運ばないとできないことなので、地域の人が主人公なので、どの方たちが一番元気になればいいのかなって、だったら何をすればいいのかなっていうのを見るようにしています。私が脚光を浴びたりとか私がリーダーになったりとかではなくて、その地域の人たちのリーダー、あるいはやろうとしている取り組みをこう下支えするみたいなことができればっていうふうには、ずっと本当にこの8年間やってきたかなと思います。